カナリアビエライ・クラビホ植物園は、カナリア諸島のグランカナリア島にある植物園である。正式名称は、18世紀生まれで、カナリア諸島の植物を研究した学者、ホセビエライ・クラビホを記念して命名されている。植物園は、カナリア諸島の首都、ラスパルマス・デ・グランカナリアの約7キロメートル南西の、グランカナリア島の北東のトフィーラ・アルタにある。 約27ヘクタールの広さで約500種のカナリア諸島の固有種が栽培されており、研究と保全計画の支援を行っている。1983年からシードバンクとしてカナリア諸島やマカロネシアの固有種の保存を行っている。植物園はいくつかのゾーンに分割されており、主な庭園はハルディン・デラス・アイラス、ハルディン・デカクタス・ワイ、サキアランタス。 ハルディン・マカーニツコ・オーナメンタルなどがある。通年、一般公開されている。植物園の基礎は、スウェーデン生まれで、スペインで活動した、植物学者、エリック・ラグナー・スウェンソンが気づいた。長い間、カナリア諸島の植物園の敵地を探索し、トフイラ・アルタの滝や、自然の岩の洞窟のある土地を見つけ、1952年に、植栽が始められ、 1959年に開演され、スウェンソンは初代の園長になった。1973年にスウェンソンが没するとデビット・ブラムウェルが後を継いだ。ありがとうございます。